オルターナティブ・リバタリアンは、フランスの共産無政府同盟である。CJL と、あと来る。青年組織の機関紙クラッシュ。自主管理と、直接民主主義を掲げ、反資本主義的な革命の創設を当面の方針としている。旗が摂国である。AL の活動家たちは、共産無政府主義に基づいた社会を実現しようとして、 大部分の活動家たちは AL での活動と同時に、労働組合運動もしている。首都、CGT、または CNT といった労働組合にも入っている。フランスでの不法移民支持団体やフェミニズム団体や、非居住者支持団体などに力を注いでいる。それらの団体に自主管理を広げようとして、要求を満たすように AL が選挙より政府と支配者との闘争を優先している。 その意味で、AL は選挙に立候補せずに、大統領選挙などでも候補者を誰も支持しない。マニフェストにおいて、拡張性や男尊除卑に反対して、女性解放運動を行っている。AL が原子力発電所や遺伝子組み換え生物に反対し、反核同盟に加盟している。反ファシズムも組合の大きな方針である。資本主義が、 階級闘争を生み出し、ソ連のように支配者を国家官僚にするのではなく、自主管理と直接民主主義で支配者をなくすを主張する。第一インターナショナルからの、反権意主義的労働運動と無政府共産主義の遺産という大黒柱により組合が発足した。AL は、オラから1976年に排除された、後クる、ユニオンでトラーバイは今夜にスッツリバーテアーズ。 共産無政府労働者同盟の後継組織である。排除された理由とは、主に共産無政府主義系と純正アナキズムの対立による労働組合に対する別の方針にある。フランスでその分立がまだ続いていて、現在も共産無政府同盟と無政府同盟は異なった組合である。無政府主義に基づいた FA といった組合の例を述べられる。 1995年6月に行われた大会では、労働者統一戦線の形成を訴えていて、AL は反対勢力団体を築くようにした。1995年末や2003年3月のストや闘争運動に力を注いだ。AL はそれぞれの社会運動を強化させるようにした。近頃、2006年の反 CPE カントラープルミエール陰謀運動に、 組合が全国に力を注ぎ、AL は労働者も運動に参加させるようにした。 http://www.alterna-ti-velibertaire.orgs.spip.php ルブリック 24http://www.alterna-ti-velibertaire.orgs.spip.php HP ルブリック23ウンプロジェットでソシエテコモヤニーストリバーティアから引用ありがとうございます